担保倉庫旧安田銀行担保倉庫旧安田銀行担保倉庫は、群馬県前橋市にあるレンガ作りの歴史的建造物。共同組合前橋商品市場倉庫とも呼ばれている。2004年7月23日に、国の登録有形文化財に登録された。1913年に、群馬商業銀行祭が、沢出張所付属倉庫として建設された。その後、 明治商業銀行を経て、保全銀行の施設となり、担保品である眉焼き糸の保管倉庫、眉乾燥場、銀行出張所として利用された。レンガ造り、2階建て、三河わらぶきであり、桁雪54.540メートル、張り間10.908メートル、建築面積は693平方メートル、延べ床面積1179.014平方メートルである。 基礎の布石は安山岩切り石で、おおむね幅 910mm 高さ 300mm を一段、据え。レンガは日本レンガ製造会社製でイギリス積みを採用し、レンガを接着させる目地は、東京駅建設工事にも用いられた高度な職人技術を必要とする、福林目地と呼ばれる特別な仕上げである。レンガの寸法はリメートル、五十八ミリメートルで、 JIS 企画と比較すると大番であった。ありがとうございます。